ウナバーサターツビブリオテック、インスブルック大学は1669年に設立されたオーストリアの大学である。現在はオーストリアでウィーン大学、グラーツ大学に次ぐ規模の大学である。1562年にインスブルックにイエズスカイの学校が設立された。ハルインチロルの岩塩鉱山業者の資金で1669年に 新生ローマ帝国皇帝のレオポルト一世により4、学部の大学が設立された。1782年までに小規模なものに衰退したが1826年に最初のオーストリア皇帝フランツ一世によって大学として再建された。大学の正式名称、レオポルド・フランゼンス・ウナバーサターとインスブルックは、2人の大学設立者、レオポルト一世。 フランツ一世から来ている。チェコの民族再生運動と1848年革命に、触発されたチェコ革命に、オロモーツ大学の教師、学生が参加したため、1850年代に、ハプスブルク家はオロモーツ大学を閉鎖し、オロモーツ大学の儀式のための用具は、インスブルック大学に移され、現在に伝わっている。ナチス政権下の1941年3月に、 学長、レーモンド・クレブルスバーグの提案で、ジャーマン・アルパイン・ユニバーシティと解明された。ナチスに反対する学者は追放された。20世紀の後半、大学は拡大し、1969年に土木工学、建築学、農学部が新設され、1976年に社会工学、経済工学部が新設され、工学と政治学部が統合された。 2002年に大学法の改正により、改祖が行われ、医学部が分離された。ありがとうございます。